本郷中学校、高等学校。本郷中学校、高等学校。本郷中学校、高等学校は、東京都豊島区駒込4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。高等学校では、中学校から入学した内部進学の生徒、中学入学生、中入り生と高等学校から入学した外部進学の生徒。 高校入学生、高入り生との間で、第二学年から混合して、学級を編成する平設混合型中高一貫校である。本郷中学校と本郷高等学校を合わせて、本郷学園とも呼ばれ、本校を運営する学校法人は、学校法人本郷学園を名乗っている。また、本郷中学校の校章には、本中、本中、本郷高等学校の校章には、 本校、本校の略称がそれぞれ用いられており、これらの略称でも呼ばれる。なお、本校は、本郷中学校、本郷高等学校であり、本郷学園は、中校を合わせた呼び名であるので、本郷学園中学校、本郷学園高等学校は、共に誤り。高松松、平家第十二代当主である、松平よりことが設立した。当時は、 中等教育が急速に普及していたが、観光率の中学は、旧制東京府立第一中学校、現、東京都立日比谷高等学校など、学校数が少なく、地元の本郷区立茂之小学校から、多くの指定の進学が困難であったし、また教育界が、地域偏重、画一的な教育に大勢を占められていた。当時東京都本郷区、現、 文京区の一部の教育会長であった松平は、こうした状況を憂え、1923年に、旧正本郷中学校を設立した。当初は、本郷区内に設立される計画であったが、区内に土地が見つからず、祖名にあった松平の母である、松平千代子の住まいの一部に設立された経緯があり、巣鴨や駒込に近い土地ではあるが、学校名は、本郷とされた。 現在は中学校と高等学校を併設し、中高一貫教育を推進している。高等学校では、クラブ活動が盛んだった時代があり、ラグビー部やサッカー部は全国を代表する名門だった。ラグビー部は1985年の第65回全国高等学校ラグビーフットボール大会では準優勝をしてり、花園の常連校だった時代もあるが、 南韓国立大学を目指すコースの設定をはじめとする大学進学指導体制の強化など学力要請を重視した教育方針への転換を機に相対的な実力は低下し近年は全国大会への出場も少なくなったが2007年度は4年ぶりに全国大会へ出場した2010年度は3年ぶり9回目の出場過去には普通科のかに理数科 機械科、デザイン科の4学科を設置していたが、前述の通り教育理念の改変による、都科の統廃合のため、現在は普通科のみの編成となっており、特進コースが設置されるなど、中高一貫体制へと転換している。なお、本校敷地内のもみじ用地へは、当時、本郷中学校、高等学校の名誉校長であった、徳川宗義が設立したものであり、本校と、 同じく学校法人本郷学園によって運営されている。見学の精神は、個性を尊重した教育を通して、国家優位の人材を育成するである。教育目標は、強権、心身良然にして、困難に耐えうる、厳正、思想堅護にして、自らに厳しく忠誠な判断を成しうる、勤勉、責任を大んじ、精神誠意常に、自己の務めに精霊するである。 文部両道を胸とする方針のもと、生徒の自発的な学習すなわち自学自習を促す、傍ら、クラブ活動を強く奨励し、中学全体で94%、高等学校全体で73%の生徒が部活動に参加している。また、生活習慣の確立も重要視している。生徒の進学に対する志望に真摯に対応するため、以下のコースを設置している。 このコースの在籍生徒は入学試験時に選抜された生徒ではなく、入学後の学業成績、素こ等、及び本人の希望を踏まえて選抜された生徒である。一般コース、進学コースにおいても難関私立に対応したカリキュラムの下で授業が進められる。高等学校では東京大学、京都大学、一橋大学、 東京工業大学の入学を目標とする特進コースが設けられている。このクラスでは以上の大学の入試対策として通常のコース、進学コースとは別のリキュラムで授業を展開している。高1では中学入学生、中井理性のみが所属することができる。高2からは高校入学生、購入生もところ属することができる。 なお、1学年につき特進コースは2学級で、他の6学級は進学コースである。進学コース、特進コースともに、高2で、文系と理系に学級が分けられる。授業は、中高一貫教育の利点を生かして、高1の段階で高2までの単元をすべて消化し、高2以降は、それぞれの志望大学に向けて、選択授業制となる。なお、 高い理性は、中井理性に振動を合わせるため、高一では、別々に学級が編成されるが、高二からは、中井理性、高位理性を混合の上、文系と理系に分け、さらに文系は、地理歴史における、世界史 B 選択者とシ B 選択者に、理系は理科における、生物選択者と、物理選択者に分けて学級が編成される。なお基本的に選択する人はいないが、 地理 B や地学を選択することも可能。また、中学では、数学の合同授業も実施されている。年5回、中学1年生と2年生を半数ずつ混ぜたクラスを作り、同じ教材で勉強する。この趣旨は、2年生との交流を促し、テスト対策の仕方など、先輩の経験を後輩たちに伝えていることにある。毎年度4、9、1月、 毎学期はじめに中学校と高等学校の校内で行われている数学検定試験。これは発給から3段までの単位の取得を目指すもので、上位級を取得した生徒は全校集会等で表彰される。また、合格者は、氏名や取得級などが廊下に掲示される。なお、文系の生徒で受験に数学を使わない生徒は、高3の1学期及び2学期は本数権の受験を、 自体し社会の試験を受けることができる。毎年度4、9、1月、毎学期初めに中学校の校内で行われている、英単語力検定試験。本数券同様、成績優秀者は表彰のほか、廊下にて、氏名や取得級などが掲示される。高等学校に本単検はない。11月に、荒川河川敷で行われている。 中学生は 6.85km、高校生は 11.5km を走る。中1、または中3の希望者を対象に、長野県湯の丸高原スキー場で実施される。事前にスキー経験を調査し、初級、中級、上級のレベル別に、現地インストラクターが指導する。年に2回実施される。学校全体で通常授業を中断して、 オーケストラや狂言、演劇などを見学する。内容は毎年変わる。体育祭とは別に、校内競技大会を年に中学校と高等学校のそれぞれ1回ずつ行っており、サッカーやドッジボールなどの団体競技を学年ごとに学級対抗で行う。また、運営は生徒会が実施している。生徒は、 駒込門と菅ガ門のどちらからでも登下校をすることができる。現行社名は2011年、平成23年の校社名解消後のもの。便宜上、これ以後に建て替えが実施された校舎についても旧校社名を併記する。3号館、4号館、5号館、6号館の旧校社名の二桁の数字は落成時に本校が創立何周年であったかに由来する。 グラウンドと中庭は2号館1階のピロテを通してつながっている。本校は、併設混合型中高一貫校であるため、中学校と高等学校の両方で、入学志願者の募集があり、中学校と高等学校の両方で実施される。入学試験により、入学者が選抜される。入学志願者は入学試験を受験しなければならず、入学試験に合格した。 入学志願者のみ、入学が許可される。高校の1学年、8学級につき、おおむね4分の3、6学級を、中学入試で、4分の1、2学級を、高校入試で募集する。また、中高一貫校であるため、中学入試に合格して、本郷中学校に入学した生徒は、原則として、高校入試を受験することなく、本郷高等学校へ進学できる。 なお、入学試験期間中は、在校生は、中学、高校ともに、自宅学習日とされ、登校は禁じられる。各年度3回に分けて実施される。それぞれ、国語、算数、理科、社会の4教科の筆記試験の合計得点により、合否が判定される。例年倍率が高くなる、第3回において、平成29年度の倍率は、約11倍となった。 各年度、単元の推薦入試と一般入試が各1回ずつ実施される。平願推薦、平願優遇の制度はない。それぞれ、国語、英語、数学の3教科の筆記試験の合計得点により、合否が判定されるほか、面接が実施される。なお、推薦入試においても筆記試験の合計得点により、合否が判定される。本校は、 併設混合型中高一貫校であるため、中学入試に合格して、本郷中学校に入学した生徒は、原則として、高校入試を受験することなく、本郷高等学校へ進学できる。ただし、以下の場合には、進学自体届を提出の上、本郷高等学校への進学を自体しなければならず、本郷高等学校への進学はできない。また、以下の場合には、 本郷高等学校への進学は許可されず、本郷高等学校への進学はできない。もみじ幼稚園出身者が本郷中学校、または本郷高等学校に進学を志願する場合に、優遇措置はない。そのため、他の幼稚園出身者と同様に、通常の入学試験を受験して合格しなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。